ということでね、なんと3日で4キロこれマジやばいね。まあちょっと前からね、食事制限はしてたんだけど、まあこんな痩せるとは思わなかったけど、できれば10キロ痩せたかった。健康診断があるから、ちょっとそれまでにはね、絶対なんとかして10キロ痩せて、また、報告できたらいいなと思うんですけど、まあ、あの後も今普通にそんなにね、暴飲暴食はまだしてないから、ちょっと寂しいんですけどね、まあちょっと続けていこうかなと思うんで、ちょっとみんな応援してくれ。あのジムに行かないで絶対10キロ痩せるから、まあその3日間水、ダイエットしてる間、俺がどんなことしたかちょっとまとめたから、みんなちょっとチェックしてくれ。OK! ちょっやべえ